ナンバーアンダーラインアイ、ミラノ公演で欧州進出。音楽で世界をつなぐ。夢の舞台に期待が高まる。ナンバーアンダーラインアイ、ミラノ公演で夢を叶える。世界進出への道のり。ファンと共に歴史を刻む。ついに、日本の人気アイドルグループ、ナンバーアンダーラインアイが次なる海外公演の舞台として選んだのは、世界でも有数の芸術と音楽の都であるイタリア。 ミラノです発表された瞬間、ファンの間には驚きと期待が広がり、SNS 上には、ミラノでのパフォーマンスが楽しみだという声があふれました。これまでにも数々のヒット曲を日本国内で生み出し、着実に成長を遂げてきたナンバーアンダーライン愛ですが、今回のミラノでの公演は、彼らが国際的なステージへと踏み出す大きな一歩となるでしょう。ミラノはファッションやデザイン、 芸術の中心地として知られていますが、音楽の分野でもその存在感は圧倒的です。毎年多くの音楽イベントやフェスティバルが開かれ、世界中からトップアーティストたちが集まる場所です。特にミラノの観客は、音楽に対して高い期待を寄せており、その感受性の豊かさで知られています。ナンバーアンダーライン愛がこの挑戦的な舞台を選んだ理由には、彼らの音楽が持つアーティスティックな要素と、 ミラノの文化的な背景がぴったりと融合するからに違いありません。彼らの音楽スタイルは、アイドルという枠を超えたクリエイティブな表現を大切にしており、そうしたアプローチがミラノのアートシーンでも大きな共鳴を生むことが期待されています。ミラノでの公演は、ナンバーアンダーライン愛にとって新たなステージへの挑戦でもあります。これまでアジア圏を中心に活躍してきた彼らが、欧州の舞台でどのように評価されるのか、 ファンンももメンバーも期待に胸を膨らまませています。特にミラノは数々の世界的なオペラハウスや劇場が点在しており厳しい批評眼を持つ観客層が多いことで知られていますこの地での公演が成功すれば彼らの国際的な評価はさらに高まり欧州全土への足がかりとなるでしょうファンはナンバーアンダーライン愛がミラノでどのようなパフォーマンスを見せてくれるのか大きな期待を寄せています 公演では、これまでの代表曲をアレンジし、ミラノの文化を取り入れた演出が施されるのではないかとの噂も広がっています。特に、彼らの楽曲には日本独自の感性や美学が感じられる部分が多く、それをどのように欧州の舞台に適応させるのかが大きな見どころとなるでしょう。また、現地のイタリア人ファンとのコラボレーションや、特別な交流イベントが企画されているという情報もあります。これにより、 ただの一方通行の公演ではなく、双方向のコミュニケーションを重視した新しい形のアイドル活動が展開されることが期待されます。実際、ナンバーアンダーライン愛の海外進出に対する期待は、単なる公演にとどまりません。彼らがこのミラノ公演を通じて、欧州での活動の足がかりを築く可能性も視野に入れているようです。これまでも、さまざまな海外アーティストがミラノを拠点に活動を広げ、 国際的なキャリアを築いてきましたミラノは音楽的な実験や新しい挑戦を受け入れる寛容さを持つ都市でもありナンバーアンダーライン愛がこれまで培ってきたクリエイティブな側面を存分に発揮する場としては最適な環境ですさらにミラノ公演が持つもう一つの重要な意味はナンバーアンダーライン愛がこれまで大切にしてきたファンとの距離感を国境を越えて維持しようとしている点です 日本国内での活動において彼らはファンとの交流を非常に重視し直接的なコミュニケーションを図ってきました SNS やイベントを通じてファン一人一人とのつながりを大切にする姿勢は多くの支持を集めていますそのスタンスを今回のミラノ公演でも貫こうとしていることは彼らの国際的な活動が単なる拡大ではなくより深い交流を目指していることを示しています 今回のミラノ公演の発表を受けて、SNS 上では早速ファンの興奮が伝わっています。ミラノでの公演が待ち遠しい、ヨーロッパでもナンバーアンダーライン愛を応援したいといったコメントがあふれ、ファン同士で現地に行く計画を立てる様子も見られます。日本国内だけでなく、ヨーロッパに住むファンにとっても、待ち望んだ瞬間です。特に、これまで日本から遠く離れた地に住んでいたファンにとっては、 初めてナンバーアンダーライン愛のパフォーマンスを生で見る機会となり、その期待感は非常に高まっています。また、現地のメディアもこの公演に注目しており、ナンバーアンダーライン愛がどのようにミラノの音楽シーンに新しい風を吹き込むのか、興味を持って報道しています。ミラノは、伝統と革新が共存する都市であり、クラシック音楽から現代的なポップカルチャーまで幅広い音楽シーンが存在します。その中で、 アイドルグループであるナンバーアンダーラインアイがどのように受け入れられるのか非常に興味深いところです特に彼らの独自のスタイルとパフォーマンスがミラノの観客にどのようなインパクトを与えるのか期待が高まっていますミラノでの公演はナンバーアンダーラインアイのメンバーにとっても大きな挑戦です彼ら自身もこの公演を通じて新しい経験を積みさらなる成長を遂げることを目指しています 特に、ミラノという都市は、ただの公演地としてではなく、アーティストとしての自己表現を深めるための場としても重要です。これまで彼らが日本国内で築き上げてきたキャリアを礎に、さらに高みを目指す姿勢が、この挑戦からも感じられます。また、ファンとのつながりを大切にする彼らの姿勢は、ミラノでも変わることはありません。公演後には、特別なファンイベントや交流会が予定されており、 現地ののファンンとと直接コミュニケーションをるる機会が設けられるとのことです。これにより、ミラノのファンだけでなく、世界中のファンが彼らとの絆をさらに深めることができるでしょう。日本国内でのファンミーティングと同じように、海外でもその温かさと親しみやすさが伝わることでしょう。ナンバーアンダーラインアイのメンバーたちは、このミラノ公演に向けて入念な準備を進めています。 彼らの音楽やパフォーマンスがミラノの街並みにどのように調和し、観客に感動を与えるのか、期待は高まるばかりです。さらに、この公演が成功すれば、他のヨーロッパ都市へのツアーの可能性も広がり、彼らの活動がますます国際的なものになるでしょう。最後に、このミラノ公演は、ただの一夜限りの公演ではありません。ナンバーアンダーライン愛にとって、 ミラノは今後の国際的な活動を象徴する重要な一歩です。彼らが日本のアイドル文化を超えて、どのようにして世界に新しい風を吹き込むのか。その未来に向けて、今回のミラノ公演が持つ意味は計り知れません。ファンも、メンバーも、そして音楽業界も、これからのナンバーアンダーライン愛の成長に大きな期待を寄せています。ミラノのステージが、 彼らの次なる大きなステップとなることは間違いありません。ミラノ公演を終えた後、ナンバーアンダーラインアイの活動はさらに加速することが予想されます。彼らがこの重要なステージでどのようなパフォーマンスを披露し、どのような反応を得るかによって、今後の活動の方向性が決まるでしょう。成功すれば、彼らはヨーロッパ全土にツアーを広げ、より多くの国々でファンを獲得することができるかもしれません。特に ヨーロッパの音楽市場は非常に多様であり、国ごとに異なる音楽文化やファンの思考が存在します。ミラノでの経験が、彼らにとって国際的な成功への扉を開く第一歩となるでしょう。ナンバーアンダーラインアイはすでにアジア圏での人気を確立しており、その実力と魅力は世界中に広がる可能性を秘めています。これまでの日本のアイドルグループとは異なるアプローチを取ることで、彼らは従来の枠にとらわれず、 より広い層に訴求する力を持っています。彼らの楽曲やパフォーマンスには、常に新しい試みと挑戦があり、それがファンにとっての大きな魅力となっています。こうした独自性は、国際的な音楽市場においても重要な要素となるでしょう。特に、ヨーロッパの音楽ファンは新しいものに対して敏感であり、既存の枠組みに縛られないアーティストを歓迎する傾向があります。ミラノでの公演を皮切りに、 ナンバーアンダーライン愛がさらに革新的なプロジェクトを展開していくことで、彼らは日本国内だけでなく、世界中で新たな支持層を獲得することができるでしょう。また、彼らの音楽に込められたメッセージやストーリーが、国境を越えて共感を呼ぶことも期待されています。実際、音楽は国や文化を越えて人々を結びつける力を持っています。ナンバーアンダーライン愛が持つ多様な音楽性とクリエイティブなパフォーマンスは、 異なる言語や文化を越えて、人々の心に響く可能性があります。彼らの音楽に込められた感情やメッセージは直接的な言葉の壁を越え世界中のリスナーに届くことでしょう。その意味でミラノ公演は単なるエンターテインメントの場にとどまらずナンバーアンダーライン愛が世界に向けて自らの存在を示す重要な瞬間となります。またナンバーアンダーライン愛のメンバーにとっても 今回のミラノでの公演は個々の成長の機会でもあります。彼らはこれまでにも多くのステージを踏んできましたが、海外での大規模な公演は新しい経験です。異なる文化や価値観に触れることで、彼ら自身のアーティストとしての視野も広がり、さらに新しい創造性を発揮することができるでしょう。特に、海外のファンからの反応やフィードバックは、 彼らの今後の音楽制作やパフォーマンスにおいて大きな影響を与える可能性があります。